皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。いつもコメントや DM をありがとうございます。そんな中で一番、リクエストが多かったのが異常、要は車椅子からベッド、あとトイレについてのこの動画が見たいっていうリクエストが多かったんですが、その動画を作る前に形成という部分をお伝えした方がもっと理解が深まってくれるかなと思ったので、今回の動画では形成についてお伝えしていきたいと思います。形成って何って感じですよね。正直私もよく分かっていません。ざっくり言うと、皮膚の部分が勝手に動くということです。私は足が麻痺していますが、意図的には動かせないのに、その形成というせいでというか影響で勝手に足が曲がったり伸びたりします。では形成があることで、体、生活に何が影響しているのかっていうのを説明していきたいと思います。まずは形成は、私の場合怪我をしてから2ヶ月くらい経ってから、出てきました。それまではただの、ブランブランの足ですね。ですが形成が起こり始めると、まっすぐにしていたい状況の中でも勝手に足が曲がったりします。なので車の異常の時も、足を上げたいのに足は曲がっていたい状況になるので、腕でこうまっすぐするのってなんかすごい大変なんですよね。で、リハビリ入院をしていた時の形成の感じと今現在の形成の感じっていうのはどんどん変わってきていて、私の場合はどんどんこう広くなっています。一応薬があるんですけど、これですね、ダンドリウムという薬です。これは、筋肉の収縮を抑える薬になっていて、人によっては飲みすぎると力が入らなかったり、脱力感とか睡魔が起こります。なので容量調整っていうのはこう何回か繰り返して、自分でベストな容量っていうのを見極めていかなくてはなりません。あとはボトックスを打つ方もいます。私はあまりボトックス、今のリハビリからおすすめされてるんですけど、なんとなく嫌なので、ボトックスは打っていません。一般的には曲がるなら曲がる、伸びるなら伸びるってい こう両足のパターンが一緒で、一種類の形成しか持っていないそうなんですけども、私の場合はこういろんな形成を持っていて、右足と左足が違うので、それもちょっと大変です。で、喋っていてもちょっとわからないと思うので、起きた時の動画を撮ったので、見てみてください。こんな感じで、暴れまくります。ガタガタ道を進んでいる時にも、形成が発生して足がこうまっすぐ
曲がっている状態から伸びたりします。なので漕ぎづらいし落下しそうになるし、あと周りから見たらすごいめちゃくちゃ浮かれてるような人に見えるので、なんかそういうのはねちょっと嫌だなっていうのがあるので、こうちょっとなんかどうにかならないかなっていうのはあります。で、あと人混みの中で起こったらもう自分では足を曲げれないので、すごい人をね蹴っちゃったりもするんですよね。あとうんぴっぴが溜まってる時もめちゃくちゃ形勢が強くなるので、あ、うんぴっぴ溜まってきたなっていうのも分かります。もう本当なかなか大変なやつです。でもメリットもあります。どうであれやっぱり形勢が起きることで筋肉が動いているので痩せにくく、足が痩せにくくなります。なので、形勢が起きてない人はどん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 足が細くなって、もし仮に今後歩けるように医学がね発展して歩けるようになったとしても、やっぱり筋肉がないから歩けない、筋肉をつけるところから始めるっていうことになります。で、私は本当に形勢が強くなったので受傷後より、もう本当見た目なんですけど足が怪我した時よりも太くなってるような気がします。インボディっていう筋肉分析をこう最近したんですけど、これですね、これなんですが、ちょっと、いろんな部位のやつがあるんですけど、私の右足と左足の数値が、標準の範囲内の筋肉の中、筋肉の範囲より、ちょっとだけ低いのでギリギリまだまだ歩けるっていう数値です。これってなんかねやっぱ1年間、立ってるにもかかわらずこれだけちょっと筋肉量をやっぱ維持してきてるっていうのは形勢のおかげかなっていう感じになってます。まあ、あとメリットのもう一つが異常ですね。異常の時に足がこうピンとなると一つの棒のようになるので、それを軸にして車椅子からベッドとかトイレに移動できたりもします。まあ、生活面で考えればめちゃくちゃ邪魔なものなんですけど、体にとってはとてもいいものが形勢です。なのでうまく付き合っていくことが大切になります。うまく付き合っていくためにはやっぱり自分のこの体のことを知っていかなきゃいけないし、怪我のことをもっともっとどういう怪我なのかっていうのを知ることが大切だと私は思います。よく観察して今までとここが違う、ここが変わったっていうのを気づけることっていうのは本当に大切なことです。なのでどんどん調べてどんどん聞いていくことが、いいかなと思います。リハビリ入院中はですね、主治医の先生、看護師、PTOT、いろんな人にもう毎日毎日私は疑問を投げかけてました。これってどうなの？こうなってるけどどうなの？っていうので、やっぱりそれで、答えをもらって自分なりに考えて、じゃあこうしたらこうなのかなっていうのが、見つかってきたりします。私もまだまだ全然うまく付き合えてなくて試行錯誤の繰り返しです。まあ、それって障害者だけじゃなくて健常者も日々、同じ体っていうのはないんですよね。やっぱり細胞っていうのはいっぱいあって同じ体っていうのはないので、怠けてしまったら太っちゃったりね、不健康になったりするのと同じです。なので、繰り返しになるんですけども、もっと自分自身で自分の体のことを知って、もっと研究してうまく付き合っていきましょうっていうこと。まあ、今回こんな感じで、形勢のことをお伝えしました。次回の動画では、異常ですね。いろんなパターンの異常を、あと失敗とかを、動画にできたらなと思うので、楽しみにしていてください。こんな感じで、この動画がためになったなと思った方は、ぜひいいねボタンと、あと今後も見てみたいなと思っていただいた方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。では本日以上になります。ありがとうございました。